ちは、今日は、目の構造というか、自然の目というところに、着目して考えていきたいと思います。まあ考えていきたいというか、今まで、この件について考えてきた結果、これがベストであろうという場所のお話です。アイスイッチを見つけるにあたり、結果的に目の自然体が何なのかというところが、大事なところになります。人間の目をこの距離、右と左のこの 顔の距離で見て、球が真ん中にあったとして整体すると、右目は球より右にあり、左目は球より左にあるわけですから、まっすぐ顎の下に置いて真正面で見ると、当然ながら球は2本に見えます。この2本に見えるので、左目で見た場合と右目で見た場合は当然、斜めから見ることになっているわけですが、要は2本見えるという現象 を感じるはずです。片目つぶりながら両方やると、これをこの目の距離を小さくすることによって、2本の幅が小さく見えるので誤差が減るという考え方です。この場合、ボクシングであったり空手だったりするファイティングポーズというのが、下に構えるわけですから顔も下になるわけです。この状態が自然体という考え方です。私の場合は真正面に向けようとするのは、ここの筋肉を使ってますから、無意識に戻ろうとします。ですからそれは不自然なんですね。まっすぐ向ける、体が下になっているのにまっすぐ向ける努力は、ここで筋肉を、無駄な筋肉を使っちゃってますから、これは無意識のうちに必ずほどけようとします。これが良くないんですね。これが、まあ、ニュートラルではないという意味です、私の考え方は。で、下に構えるわけですから顔も下になるわけです。で、この状態で見ると、斜めの、そうですね、横目がちで見るという言い方になった方がいいのかな。で、目と目がこの状態になるわけですから、この距離は小さくなります。この距離が小さくなります。小さくなるから、一本のものを二本見えたものがこういう誤差になります。ここが大事なところで、誤差が減るので、同じアイスイッチをしてても、そんなに目の位置を変えなくてもいいということになります。ここ本当に大事なんですけども、自然なファイティングポーズを取ってみてください。必ず顔は斜めになります。顔を整体させるとすると、これ全然間が抜けちゃって、強そうに見えません。後で、15年前かな、15年前ですね、15年ぐらい前の写真と今現在の私の写真をかぶせて、お見せしますけども、完全に C 級の頃 と入るようになった時の目つきには全く違います。要はまず顔は下に構えてください。顎の下にあるという固定概念はまず消してください。なぜかというと、初めに顎の下に球がありきではないんです。結果論的に顎の下にあるように見えてるだけというふうに考えてください。最初に顎の下に乗せようとするのは間違いというか、無理があります。結果的に顎の下に見えるよねならいいんですけども、顎の下に乗せようと努力するのは筋肉を使って乗せに行きますから、いろんなところをねじってしまったり、無駄な力を使ってしまったりすることになるので、不自然です。下に構えてるわけですから、顔も下になってるという、この見え方が正しいと考えてください。この場合これで、左目で今狙ってます。
で、同じように斜に構えてますが、右目の下に球が来るということです。これは左手を伸ばすと左目の下に来て、左手を曲げると右の下に来やすいので、顔自体はそんなに変えなくていいです。これ右目の下に来てます。はい、こういうことで 目の使い方というところで、目を正対させないようにしてください。これ完全に斜めに見えることになるので、できるだけ目と目を近づけたいという考え方にしてください。この状態で、いきます。はい、要はまず目の使い方で一番大事な、ところが、体が斜になっているわけですから、顔も斜になっているということです。その状態で見る癖をつけてほしいんですね。で、次狙い方に入りますが、今言ったように顔は斜です。斜になっててボールの中央をついてまっすぐ戻ってこれれば、今左目でやってますけども、次右目でやります。右目で、同じことをやります。はい、ほんのちょっとずれましたね。でもまあこんなもんで十分です。要は到達地点までまっすぐ行っててくれればいいわけです。この戻ってくる許容範囲はボール1個分の幅の中に入ってれば、一応B 級 A 級までは絶対行けます。あそこでちゃんと当たってればいいわけですから、ある意味ほんのちょっとの回転でずれるのはもうこれはしょうがないと考えていいです。その程度のもんです。私に言わせればそういうふうにおおらかに考えてください。要するに左目でまっすぐ帰ってきて右目でまっすぐ帰ってきてるということは、もう左目と右目の使い分けができたというふうに考えてください。で、次に、まあ、センターショットの場合当然左目で狙いたければ左目で前圧にしてそのまま押し込むということでできるわけですし、右目でまっすぐ返すことができるんであれば、もうまっすぐ的球に当てることはできるということになるので、はい、これで前圧は打てるというところまで来たわけですね。で、次にじゃあどうするかっていう話になりますね。振りがあるときに、はい、振りがあるときに何をするかっていう話になりますが、イマジナリーボールはもう消してください。もう卒業してください。イマジナリーボールっていうのは架空の物体をここに置くわけですから、これと的球とイマジナリーボールの、離れた場所、的球から離れた場所をイメージして、そこの球体の中央イコールこの的球から、ボールの半径や中心点ですかが、この縁から 28.5 ミリ、離れた場所を特定しなきゃいけないんですね。この 28.5 ミリを人間ここから目測で特定するっていうのは不可能に近いと考えていいと思います。私はそう思ったので、そのやり方は一つ仕事が増えるのでやめました。で、どうするかというと、私の場合は、このボール自体を時計の文字盤がこの状態にあると考えています。平らですね、平面に文字盤を置きました。時計の文字盤があそこにあります。真正面が6時です。はい、6時のところから3時までの間に15秒の 秒の目盛りがあるはずなんで、私はこの状態で今振りが5度ほどなので、もう無条件で6時から1秒右、今左目で狙ってます。1秒右を狙います。はい、私はこういう狙い方をするんですね。次に、今これ時計、ここに時計の、文字盤の、針の
中心点があると考えます、ここから、まあ、当たる位置から追っかけて、これ今30度、私の目測として30度、要するに12時があって11時がある、ああ11時のところに向いてるなというところは今目測で感じましたので、11時イコール30度なのでハーフボールでいいわけですから、自分今これ左振りですから左目で見てますが、的球の外輪、3時の地点に球先を向けてそのまま押し込みます、はい、これで30度いくという意味なんで、イマジナリーボール、ボールから離れた場所を見なくてもいいわけですから、現場を直接的に見てますので仕事が早いんですね。これ今15度です、15度だから、帯イコール、6時から5時が5秒ですから 7.5 秒、6時から 7.5 秒右を狙えばいいということになります、はい、こういう考え方です。で今度右に触れたとしたら今度右をメインにします。これはなぜかというと、先ほど言ったように、前回言ったように、メインの目があって、サブの目っていうのは距離感を測る目なので、寄り目っぽくなります。ましてこの近いところをこう見れば当然寄り目になりますよね。この寄り目になる状況で両方見るという現象になるはずなので、アイスイッチが必要だというふうに私は考えました、はい、でこれで今右目で、何ミリずれたとこやるかということになります。今これまあ5度弱に近いので6時から 1秒ですね、1秒左狙ってます。はい、こういうことで私は、的球の現場の文字盤の秒数を狙います。はい、これで今30度というところに来たので、ボールの外輪に球を向けてそこに押し込みます。はい、こういう感じになります。ですから30度までは全部的球のどこかを見てればいいんですね。これだと今15度なので、7.5 秒地点、はい、ちょっと外れました。これで多分15度なので同じく、帯 7.5 秒地点ですね。こんな風にしていきますから、イマジナリーボールというボールから1個離れた場所を空想するのは仕事量が1つ多いんですよ。現場を直接あそこって決めちゃえばそこに球を向ければいいだけですから、そこからボール、的球から1個離れたボールを探す手間はいりません。なので私はルーティーンとかっていう意味においては非常にシンプルになるはずです。まあ私はそう考えているので、その狙い方でやってきてます、今はね。はい、もう一度いきます。これ右振りになりました。これ15度あるので、帯ボールというか 7.5 秒地点、はい、これでいいですね。今度30度弱、 22.5 度ぐらいあると、この場合は、外輪から 2.5 秒こっちですから、15度から 2.5 秒減るわけですね。なんだっけ、6時からだから5時、7時、8時ですね。8時のところを目がけます、今8時といったのは大まかな言い方をしましたけども、ごめんなさいね、ちょっと頭がどういうふうになったか混乱してます。6時から5秒離れたところが7時です。左に5秒、それから10秒離れたところは8時です。で、
15秒離れたところが9時になります。ということで、15度は 7.5 秒のところが15度、6時から 7.5 秒ですよ、それから、7.5 があって15度があるわけですから、2.5 を足さなきゃいけないのかということで10秒、要するに8時ですね。合ってましたね、やっぱり。22.5 秒、5の振りがあるときは8時を狙えばいいということになります。はい、こういう考え方ですね。ということでイマジナリーボールから卒業してくださいということです。まあ、私がやってることはそういうことなんですが、うちの弟子たちもみんなそういうふうにやってもらってます。要するにイマジナリーボードっていうのは常になんかこうあの辺この辺っていう言い方になってしまうので、ちょっとアバウトに私は感じました。なのでもう秒刻みでピタピタと狙っていきたいというのは私の考え方で、これ今、2、3度しかないんでもう6時直帰で狙っておいて、1ミリひねり入れるだけみたいなことで、入っちゃいます。はい、ということで、アイスイッチの目の基本的な使い方のお話でした。はい、今日はここで終わります。ありがとうございました。